Bells Hikos. よろしくな。Welcome everybody, what's up to the Vegemite Domination Series. In this series, my sole purpose is to spread Vegemite far and wide across the world. My name is Bells Hikos, your host for today, and my oh my, we have a very interesting selection of victims today. Please welcome today's guest. はい、今日も遊びに来てくれたゲストもいたわ。ご紹介お願いします。はい、オロスターズ三期生、中人の国からやってきたバイアのボスこと影山真です。よろしくお願いします。いやー先輩、いやこれはね、いや約束もしたもんね。そうだね、約束したもん。ね、どうも皆さん、はじめまして。オガアラガミです。皆さんの目にこれが映っているとき、私はもうこの業界にいないかもしれません。そんな、よろしくお願いします。よろしくお願いします。水瀬リオです。今日はね、先輩だけにやっぱ背負わせられないなと、プロからベジマイト舞台出動しました。俺たちのもう食べてくれるってこと？違う本当にありがとう。チャンリオベジマイトって聞いたことありますか？そりゃあなたが、ね、あなたがいっぱい言ってるから常にベイちゃんもいっぱい言ってたし、なんだったらね、我々の先輩である、幽谷ロベルっていう人がね、まあ食べていたから、はい、確かにそう、まあそれはもうご存知です、はい、いただきます。うわうわじゃあ説明するんですけど、はい、Vegemite is a popular food item from Australia for those who are unaware. It is a yeast-based spread popular amongst children and adults. Vegemite っていうことは、オーストラリアの有名な食品です。はい、主に酵母から作ってるスプレッドです。子供や大人にも大人気。大人気。こちらの皆様はどのような反応するでしょうか？早速始めましょうか。もう子供やもん。大人気だからね。うちの先輩も美味しい美味しい言って食べてたからね。美味しい美味しいって言ってたから。涙流しながら美味しい美味しいって。美味しいんだろうな。心の準備の叫びとかしませんか？叫び。じゃあやる。じゃあやる。じゃあベジマイト食べるぞ。最初はですね、匂いです。匂いテスト。はい、今持ってるハイスプーンで匂いお願いします。じゃあ匂い。あ、嗅ぎたいと。一番でいきます？一番。鍵山支援が鍵山支援になる。鍵山支援になります。あ？美味しそう。鼻くっつきそうなぐらい近い。近い。あれ？あれ？近づきで。あ、まあはははは。なるほどね。いや、俺結構料理とかをしてるから、調味料とかなんか塩とか砂糖とかいろいろ鍵はしてるから、なんかそれに近い匂いをしてる。何に近いんですか？醤油。醤油。醤油。言ってたな、そういえば。うん、割と醤油に近い。俺は好き。俺は好きだと思う。香ばしい感じ。そう、結構香ばしい感じ。いけそう、いた。結構いけそうだけど。じゃあちょっと俺も匂ってみよう。はい、どうぞ。おお、なるほど。これ納豆の匂いだ。なるほどね。これ納豆、タレ入れた納豆と同じ匂いする。はい。タレをめちゃくちゃ入れた納豆だ、これ。うん、だから、めちゃくちゃ俺納豆好きだから割とこれ、匂いは好きよ。待って、2人ともいける感じ、これ。僕行ってみますね。はい、じゃあ、リオ。行きますね。リオ君行って。あ、でも待って、納豆めっちゃわかります。納豆だよね、これ。納豆のタレの匂い、ご飯にかけて食べたい。感動してる。ぜひ、はい、食べてください。僕これいきます。チャンリーからいきます。おう、おう、リオちゃん。いいですか？はい。ちょっと待って、普通にいただきます。はい。いいですか？もう。早く食べろ。召し上がれ。あ、どうやら。ちょっと待って。あ、すごい。すごい。すごい。あ、すごい。ご、ガチで言っていいですか？はいはい。味は美味しい。美味しい。けど、濃い。濃い。濃い。めっちゃ濃い。
口の中になんか納豆5パック分ぐらいガーン突っ込まれてるような感覚。なるほど。でもなんか料理に使えそうかもしれない。食べれないことないと。調味料的な感じ。いや個人的には結構味好きが濃いわね。飲み込んだちゃんと。今顎裏にめっちゃついてる。顎裏についてる。じゃあ次先輩どうぞ。おがち。俺が行くの？はい。行っちゃう。でもリアクション難しいんだよこれ。リアクション難しい。リアクション難しい。はい。いただきまーす。大丈夫ですか？大丈夫ですか？ね、粘土がすごい、ね、粘土いやでも粘土あの粘土がすごいなんて言うんだろう、あのいやあの大丈夫か大丈夫ですか、はい、すいません、電子レンジで温めたぐらいの配中ぐらいの、うん、あのソフトキャンディーぐらいの粘土があって今ね顎にくっついてる全部顎にくっついてて、唾液が出るためにその顎にくっついた、うん、デベジマイトが溶け出してきて、俺の中でお味噌汁みたいになってる。味はうまい、確かに味はこれ薄めたら全然うまい。ですよね。ただ濃いのと、うん、なんかあ下口の中でこうまとわりつく感じが。大丈夫ですか？美味しい、慣れたら多分美味しいんだろうなっていうのと、あ今唾液が全部ベジマイトの味になってる。な要するに味噌の、うんうん、あの塊を口に入れてんのと近いのかもしれない。やったことないから分かりやすい。カレールーのルーの塊を食ってるのと近いかもしれない。確かに確かに、そんな感じ。ちょっと水飲むね。食レポうまっ、うん、これって大体普通はパンに塗って食べるものなんだから、そうやロベさんが食べてた時はパンに塗って、ね、確かに確かに、うん、いや美味しい、2つもくれた。いや泣きちゃうわマジで。いやということでね、嬉しいよ、まあ、みんな今日はベジマイトを食べたということで、バメオさん、バメオさん、バメオさん、バグですか今日も。今日ね、あなた、ね、俺たち2人もリアクションしたから、はい、まあ最後の鳥だからな、はい、そうですよ、すごいリアクションしてくれるんじゃないかなって俺はすげえ期待してる今、はい、で俺が、まあ、食レポ担当で、リアクション担当の鍵橋、はい、担当、いや、いい役割分担ですよ、ね、いや別にだからといって、あの忖度早く食べようね。じゃあ影山支援、はい、ベジマイト、はい、行かせていただきます。はい、行きます。はい、あどうした、腹から声出ましたね。大丈夫ですか、どうですか、大丈夫ですか、顎にくっついてるよ今、顎にくっついてる、めっちゃくっついてる。ここまでくっつくものないんじゃないかってくっつくよね、本当に本当に。シェフシェフシェフしょっぱしょっぱ、目がキュッてなっちゃってるもん、シェフさん。涙、そう、いやでも怖い、涙は出ない、もうさっき言った通り、うん、なんか味噌、口の中で味噌汁ができてる。じゃあ今回本当に味噌汁を作ろうかな、ベジマイト。ベジマイト味噌汁は作れそうだよ、絶対美味しいと思う、うん、でも生きてください先輩。じゃあこれは美味しいです、美味しい、美味しいですね。これをロベさんがあんな涙目でちょっと食べてたのが俺はちょっと信じられないです。あ、ロベちゃんの舌は子供だからな。あ、次はベジマイトアレンジ対決しよう。あー、いいね、あれいいね、楽しそう、ベジマイトをより美味しくできたもんね、勝ちということで、すごい、いや、ありがとうございました。ありがとうございました。あの、皆さん、うん、最後ちょっと10ポイント10点ヤバさ評価欲しいんですけど、10点満点ヤバいだったら何点でしょうか、うん、皆様何点、難しいな、まずくはないんだよね、美味、うんうん、しい、ヤバさで言うと俺の中では3、うん、そんなにだね、味わい深さで言ったら全然美味しかったから、うん、ヤバさはそんなに感じなかったから、うん、では俺はあえて8、うん、8点、これはなぜかというと、はい、確かにアレンジすればきっと食べれるというそういうのあるけれど、これをそのまま食べた時の点数としては、はい、確かに確かに、じゃあリオは、僕はでも、うん、どうなん、ちょ、ヤバさの捉え方によるんですけど、まあまあまあ、なんか思ってた想像から超えてきたという点では、うん、10かもしれないです、ね、なんか結構なんかそのとんでもないものを今日は食べるんだみたいな気持ちで来たから、美味しいじゃんっていう意味のヤバいで、あ、なるほどね、10点で、じゃあの
はい、嬉しいという意味での10点。予想外のハッピーみたいな感じの10点みたいな。ハッピーヤバさが10点。ハッピーヤバさ、そう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 。いや僕めちゃめちゃ嬉しいわよ、本当に。美味しいがくれるなんて思わなかったんです。いやでもね、でも本当にね、美味しかったです、うん、はい、次ちょっとベジマイトミスジュー楽しみにしてください。イエーイ、待ってください。作ります、作ります。はい、せーのでバイバイしようか。バイバイ。はい、 Thanks for coming, thanks for watching, that's it。 はい、せーのバイバイ。